南アルプスはアルプス山脈の地質学的な区分であり、アルプス山脈を横切る主要断層、ペリアドリア構造線の南側を指す。南アルプスは南石灰岩アルプス山脈とほぼ等しい領域を占めている。南アルプスの岩石は南東のディナルアルプス山脈へと徐々に移動している。南西部は、ー側からの新しい堆積物によって、不均一に覆われており、 隠れて見えない状態となっている。東アルプスのアベニュー分類南アルプスは、アドリアプレートの一部であり、アドリアプレートの岩盤によって構成されている。主に中世代の堆石岩であり、その大部分が石灰岩である。ペリアドリア構造線の北にある、中央東アルプス山脈とは、対照的に、南アルプスの地質には、ナップといった特徴的な構造が見られない。また、 この地域ではよくある純度の高い変成岩も見られない。南アルプスは構造学的に見ると南側の大規模な小女断層と終局が特徴的であり、この地域では南向きのフェルゲンツが大部分を占めている。南アルプスの小女断層はリストリック断層の面に沿った方向に走っており、比較的浅い位置にデコルマン層がある。この構造は ピレネー山脈の南側の全地でも見られる。イタリアのバッテラオスタ州西部から南部にかけては巨大な単車構造があり、アドリアプレートの巨大なマントル物質がイブレア帯と呼ばれる場所で露出している。ありがとうございます。